1912年10月10日の日食は、1912年10月10日に観測された日食である。エクアドル、コロンビア、ペルー、ブラジルで、回帰日食が観測され、ラテンアメリカの大部分、アフリカ南部及び以上の地域の周辺の一部で、部分日食が観測された。回帰体が通過した、回帰日食が見えた地域は、エクアドル北部、コロンビア南部、 ペルー全国最北のロレート県最北端、ブラジルだった。また、回帰日食が見えなくても、部分日食が見えた地域は、アメリカ合衆国南東部、中央アメリカの大部分、南アメリカ全部、アフリカ南部、南極大陸の内大西洋に近い約3分の2、だった。ドイツの物理学者、数学者、天文学者、ヨハン・フォンゾルトナーは1801年に発表した文で、 重力レンズ効果を数値を計算した。アルベルト・アインシュタインも1911年に類似な数値を計算し、実験で検証することを提案した。当時、回帰日食での全体が隠されるときは、太陽周辺の構成を観察する唯一の機械だった。これは1911年以降初の回帰日食だった。ブラジルのほか、イギリス、フランス、ドイツ、アルゼンチン、 チリなども観測隊をブラジルに派遣した。しかし、日食当日海気隊のほぼ全部が雨の天気で各国の観測隊はすべて失敗した。ありがとうございます。